本件は政府が国民を欺くために用いたからくりを国益の名で保護正当化しようとする点において承服できないところであります。同時に多数の国民に真実を伝えるために私が新聞記者として行った取材活動を犯罪とする点においても到底納得できません。なんで？だって歯が浮くみたいで。じゃあ個性的って言い直そうかな。個性的？ああ、もしもし。石山だけど。ひどいわ。散々探したのよ。ねえ、今日の騒ぎのこと私に関係あるの？まあ君をほっちゃおかんよ。そんなこと言ったって私はどうなるの？お役所だって辞めなきゃならなくなっちゃうんだから。まあそういうことになるかもしれんが。私困るのよ、辞めるなんて。私には病気の主人だっているし、生活があるのよ。